こんにちは、副業アカデミー代表の小林正弘です。はい、副業アカデミー FX 講座を担当しています野田と申します。はい、今回はですね、野田講師とですね、 FX についていろいろと対談していきたいと思います。よろしくお願いします。いたします。はい、まず簡単に野田さん自己紹介していただいていいですか。はい、はい、私は今そうですね、総合歴16年目ぐらい迎えるんですけど、最初大学1年生の時から株スタートして、はい、うん、でその後6年ぐらい株の経験あった上で、はい、FX25 ですねに移ってきて、うん、そこからもうずっと FX トレードがメインですね。はい、最初6年は株 で、はい、で確かそこで100万から3000万ぐらいまで、そうですね、もうかなり運も良かったんですけど、すごいですけど、うん、入って、でそこから FX に始めて、最初結構失敗しちゃったんですよ。めちゃくちゃ失敗しましたどれぐらいあのお金溶かしちゃったんでしょう。3000万丸々ほとんどでした3000万作ったんですけど、 FX で3000万またなくなっちゃったみたいなことを一回地獄を味わい、はい、そこからまた FX に向き合って、そうですね、2年ぐらいかなりかかりましたけど、2年ぐらいかかって、まあ、月単位でもう負けないよねっていう状況になってから、今はずっと同じ感じで、はい、キープしてます。なので、まあ、そうか、1回じゃお金全部なくしてから2年間で戻ってきたっていうか、まあ、もう毎月負けないようなトレードができるようになってきてっていう感じですね。で、あと僕が野田さんに知り合った頃で、だいたい証拠金は500万円で、出た利益は毎回こう出金しちゃって、ね、まあ、常に500万しかやらない。それはなんか昔大怪我したからあんま大きな資金やりたくないっていうことで、初めて野田さんと会った時は500万の資金で、月 60% ぐらい運用してて、月収300万みたいな感じが、まあ何年前かな、4年前とかはそのレベルでしたよね。その時すげえなみたいな思ってたんですよ。で、まあ、最近どうですか、トレード その実績としては。最近はやっぱ過去大負けして、あの大きいお金使ってやりたくないなってあったんですけど、うん、だんだんやっぱ年々、なんでしょう、自分の思考回路もだんだんそのちゃんと投資家としての思考回路を作り上げられてきたなっていうことと、お金に対する器っていうのもどんどん上がってきたなっていうのがあったので、まあ、今はもう資金 FX 口座1000万円入れて、それに対して普通にトレードしてるっていう感じですね。ですか、やってることは変わんないんですけど、資金が大きくなったので取引できる量も多くなるので、うん、単純に金額自体は上がるんですけど、なるほどですね、特にやってることはそんな変わってないですけど、やっぱりじゃあ野田さん自身もお金の器がちょっとずつ今もこう大きくなってて、今もちょっとずつ大きくなってますですよね。はい、だから、まあ、僕が始めたところ500万円ぐらいの元手でやってましたけど、今多分倍ぐらいか、1000万ぐらいの証拠金でやってて、はい、まあ、月によってその、まあ、額にこだわってないからあんまりなんですけど、すごい時はもうあれですよね、コロナショックの時とかはもう、1ヶ月で数千万とか利益、ね、出てて、それを受講生の人にこうトレードの、 共有を、ね、していたんで、まあ、すごいトレードの実績があるかなというのと、あとは毎月こう負けないっていう、そうですね、まあ、損切りはもちろんありますけど、まあ、小さく負けるって大きく勝つし、あと損する時のその確率っていうんですか、がすごい少なくて、負ける回数が少なくなるっていうのが特徴ですかね、うん、そうですね、まあ、自分のトレードの特徴を表すと、うん、勝ち方がすごい上手いかとか言われたら、うん、そうでもないと思います。もちろん多少は上手いですよ、そもそもは、うんうん、でも明らかに10年前とか大失敗した時に比べると、うん、負け方がもう異常に上手いです、今の負け方が上手い、はい、だからもう致命傷なんか絶対負わないですし、うん、まあ、失敗したなと思っても大体臨化程度で済ます、うん、で取る時はもう相手をノックダウンするぐらい取れるので、ね、あ、ダメージはビンタ程度で、はい、でやっつけるときはもうノックダウン系の投資やっぱり一番大事なので負けないことなので、うん、そうですね、やっぱ今の方がはるかに年々負けないことに関する技術力って高まってますね、うん、だから勝つ技術力より負けない技術力が大事だっていう、そうですね、だからさっきの証拠金入れてるお金500万から1000万増やしたのって、うん、はいはい、明らかに負け方がもう異常に上手くなってきてるから、もうこれだけ使っても多分昔の失敗しないだろうっていう、もう確信がだんだん分かってきたんですよ、ね、はい、なるほどですね。そこはだからもう20代でその3000万なくしてしまった時と今で全然違う、違います、ね、もう真逆ぐらいの考えの違いかもしれないですね勝ってやる勝ってやるっていうよりは、いかに負けないようにやるかっていうテクニックとか思考を磨いていて、まあ、それを生徒さんにも教えてくれてるっていうことですかね、はい、ちなみにじゃあちょっと話戻っちゃうんですけど、 FX をその選んだ理由っていうのはいろいろ手段があるわけじゃないですか、ビジネスとか投資とか、はい、で FX を選んだ理由とか魅力ってどんなところなんですか。まあ、まず一番最初に来るのが、うん、そんなに大きい元手じゃなくてもトレードができる、うん、ああなるほど、やっぱり最初高校ぐらいからやっぱ勉強はいろいろしてたんですけど、うん、はい、不動産ってイメージが高校生には湧きづらかったんですよ、うん、まあ、ないですよね、高校生は頭金でどれぐらい用意すればいいんだろうとか、そうですね、でもその投資トレードだったら、まあ100万ないにしても FX だったらさらに30万、20万とかでもトレードって実際可能なので、
あとは毎月その福利で回していけば、ほうほうほう、あの時間かかっても100万、200万とか300万とかで作っていって、うん、それをさらにじゃあ1000万、2000万にしようねっていうのは全然可能なので、はいはいはい、だそこはやっぱ一番魅力に感じました。大体野田さんの講座の生徒さんに言ってるのはあの2、30万円ですよね、はい、まあ、できれば2、30万ぐらいからはできるから用意してそこからスタートしましょうと。でもそれ以上多い方はもちろんあの越したことはないんですけどね、うん、まあ、2、30万ぐらいは証拠金ある前提で FX の勉強していきましょうということで皆さんにお伝えしているので比較的ね、あの、まあ、いや小さくはないですけど誰でも用意できる範囲のお金で始めていくことができるのがまあ魅力ということですね、そうですね、はい、まあ、あとは時間もどうですか、副業でやってもらう FX を教えてもらってますけど時間のその拘束される感じ、1日中張り付いてなきゃいけないとかそういう心配する人も多いと思うんですよ、はい、あのチャートを1日見なきゃいけないとか、そこどうですか。まあ、私が推奨しているのはスイングトレードっていうゆったりとしたトレードスタイルスイングトレード、まあ、見ても1日4回スマホでチェックするかどうかとか、そんなもんなんですね。もちろんその分析っていうのはちゃんと週末とかパソコン使ってちゃんと分析しますけど、あと実際その1週間のうちその狙ってる動きが来たらエントリーするとかだけなので、まあ1週間あって1回2回するかどうかとか、その要はエントリーするのが週に1回2回やるからよくイメージであるあのデイトレード、はい、毎日あの10回30回売買してもう買ったら買っただっていうああいうことはほとんどやらないやらないことですか、ね、昔はしてましたけど、うん、あれやるとお金が積んで、あ、そうなんですね、理由がちゃんとあるんです、うん、脳科学的に、なるほどですね、脳科学的にちゃんとあるんです、勝てない理由があると、はい、あ、それも私分かんなかったんでやっぱ昔デイトレードやって毎日10万今日買った、うん、おっしゃ次の日は50万買った、うん、でもそれをやって1週間で100万200万買ったよ、でも次の週同じ額が倍負けてるんですよ、なるほど、これデイトレードやってたからです、あ、でちゃんとやっぱそうなっちゃう理由ってあります、ね、あるんですね、はい、なので結果スイングトレードにまあほぼ落ち着いてるし、あの逆に結果的に手数が少ないから、ね、まあ、副業でもやりやすいやりやすいと思います、あると、はい、まあ、ただあれですね、週末さっきおっしゃったように勉強とかはちゃんとして、はい、あの考察したりあのテクニック勉強したり思考法を磨いたりとかそういうのはちゃんとやっていながら、はい、その時間はもうとにかくたくさんあった方がいいです、ある、まあ、あるほどいいっていうことですね、あるほどいいですね、最初どれぐらいはあのせめてこれぐらいは見てねとかあります、最初は私が作ったその動画講義とか、うん、そのステップメールっていうのが届くやつですけど、はい、やっぱその日々毎日も10分でも5分でもいいからやっぱ触れる機会をとにかく増やさないことといけないので、5分10分でもいいから毎日、例えば週末平日一切触れてないけど、うん、週末5時間やりましたとか、はい、絶対結果出ない人なんです、それは、あ、ね、毎日5分10分でもいいからその世界に触れる、触れると、で自分で考える癖をつける、うん、これがもう練習なので、それをやっぱ毎日継続できる方っていうのは結果出てますよね、あ、そうか、週1 5時間だけガンっていうよりは毎日5分とか10分とかをずっとこう相場に向き合ってる人の方がだんだん勝っていくというか力つけていく、そうですね、はい、まあ、その時間作れない人はいないと思いますからね、まあ、基本的にね、それは絶対作れますからね、うん、なのでそこはもう再現性あると思うんで、あとは考え方とかね優先順位の違いだと思うんで、そこはちょっと切り替えてもらうとより FX の結果出やすいかなというところですよね。あとあの FX の先生としてまあ副業アカデミーやってくれてますけど、あのなんで教えてるんですかって結構質問があるんですよ、はい、でこれってなんか自分だけでやってりゃいいじゃんっていうのは、あの教えることもやってる理由っていうのがどこにあるんですか、はい、これよくやっぱ私も答えるんですけど、うん、まあ、一番最初のきっかけは、はい、自分はすごいことを発見したんだっていうのを自慢したかったっていうのはもちろん最初の入りです、なるほど、最初はもう自慢したかった、最初に、なるほど、でも伝わらなかったんですよ、うん、でどうやったら伝わるかなって考えてたら、やっぱずっと大学時代塾のアルバイトもして教える好きだったんで、はいはい、じゃあちょっとこの教えることを自分の作品にしようと、おでテキストを作ったり動画講義作ったりと、はいはい、トレードって結局すごい何でしょう、虚像世界なんで実体がないので、うん、いくら何かやっても人に見せられないんですよ、うん、だから作品として作ったら自分はこういう苦労したけどこういうことができるようになりましたよってのを伝えられると思ったんですよ、うんうん、最初はもうほんとそういう自分の都合の自慢したかった、見てほしかった、そっから始まってますね、はい、でも次からだんだん自分の言ってることが伝わって結果出るような人が増えてきた、うん、でそうするとやっぱすごい感謝してもらえるっていう機会が増えたので、うんうんうん、単純にすごい嬉しくなってきた、これは嬉しいですよね、自分が散々苦労してやってきたことを伝えた結果、この人たちがすごくやっぱお金得られるってやっぱ人生変えられるほどのパワーってあるんだよ、でそうなってきてすごい豊かになってきてる人生、でそれのきっかけに自分がなれたんだなって嬉しいじゃないですか、うん、そうなってきたらだん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 そういう人のために自分が培ってきたことを提供して、
やっぱできるようにやった方がいいと、うん、これあのさかなクンさんがテレビで言ってて、はい、プロっていうのはその価値を提供できないとプロになれないと、うん、昔の自分は自分だけできてたけど価値として提供なんか一切できてないと、でそれやっぱ聞いた時自分が恥ずかしいなと思いましたし、自分だけのことを考えてたなと、でやっぱ世の中活躍してる人の大半ってさかなクンさんみたいにあれできてる人だと、なるほど、だ自分もさらに今後人生より豊かにしたいし、うん、人間としても成長したいから、うん、自分の培ったものを人に提供できないといけないなと思ったんですよ、ね、しかもすごい高クオリティで、はい、それできたら自分はただトレードができる人からまた変われると思ったんですよ、うん、なるほど、でやっぱ提供して受けてくれてる方も喜んでくれたらよりいいじゃないですか、うんうん、だからその意識でだんだんステップ変わってって今もやってるってことですね、うん、さかなクンいいこと言いますね。すごいこと言いますよ。あの雰囲気ですごい、はい、やっぱりそういう言葉を聞くきっかけ何回かあってどんどん変わってきました。変わってきたと。昔なんかトレーダーになるぐらいだから、はい、人のことなんかあんま気にしてないし、うん、自分のことばっか気にしてますけど、うんそうですね、それでやっていくと人生豊かになれるかって言われたら難しいなって思ったんですよ。あ、なるほどですね。いや現実的だからなんか嘘がなさい感じしますね。その最初は自分のためにすごいやろって教えてたけど、だんだんあの結果出る人が出て嬉しくなったり、あれですね、本当の技術とかをあの伝えられて初めて一流だっていうのに気づいて教えることによりやりがいを感じるようになってっていうことですね、はい、だこうステップがあるんですね。ただのトレーダーじゃ終わりたくなかったんですよ、うん、いっぱいいるんですよ、ね、人、うん、まあまあそうですよね、まあ、そうなるのかなっていうことがね、まあ、一般的なイメージなんでね、そうそうそう、どっかでやっぱ行き詰まっちゃうし限界来るんで、そうなんですね、人生に限界来るんで、あでそれを提供できて人に感謝してもらって、うんうん、でこっちも嬉しいからさっていう相乗効果が生まれるんで、そっちの方がやっぱり人間生きてて自然だと思いますし、ね、うん、まあ、なんか僕なんかはその副業をしてる学校を立ち上げてるんでね、野田さんみたいな人があのいてくれてるんでAX のその本当のね再現されるトレードを伝えていけるから、まあ、その思考になってくれておかげでこの場があるということなんですけどね、はい、あ、じゃあその質問についてはあのそういう意味があるんで皆さんあのしっくりきたかなと思います。であとあの FX 興味ある方にこの動画をご覧いただいてると思うんで、あの FX に向いてる人向いてない人で、これなんか個人的に言うとどうですか。そうですね、まずその自分で自分の力で道を切り開いてやるんだとかいう精神を持っている方はすごく向いてます、うん、でも逆に人から言われてずっとそれをやるんだっていう受け身の方は向かないです、うんうんうん、あー、なるほどですね。特に相場とかの世界って答えが特にないんで、明確にすごくあやふやな抽象的な世界なんですよ、はい、確かに、うん、それにあのやっぱり見つけてやるんだ、自分でどうにかしてやるんだっていう意思を持ってる方の方が到達しやすいんですよ、うん、でやっぱり人から言われたことで教えてくださいとか全部受け身の方って、はいはい、いつまでたっても企業の中から抜け出せないんで、うん、まあ、その方は向いてないです。だからやっぱり能動的に人生変えてやるんだっていう気持ちが強い人とかが向いてて、でちょっとこう依存心があって何とかしてくれよみたいな人だとちょっとこう結果出にくいっていう傾向があるかなっていうか、成功するかしないかの差ですよ、うん、まあ、一緒ですもんね、それは、うん、そういうことですね、はい、まあ、徐々にその思考法をこう変えていくみたいな、なんていうんですか、こうやり取りも講座の中でありますよね。すごい集中して伝えてます、やってますよね。むしろそこの思考は変わんないと結果出ないんですよ。そうですよね、てか何でもそうなんですよ、まあ、読むのが。実はなんかトレードのテクニックの前にそっちの話がいつも野田さん多いですもんね、指導の中でね、はい、当時の私10年前もテクニックもあった、技術力もあった、うん、だって1ヶ月ね、勝率 70% ぐらいはあったんですよ。すごいですね。なのでお金飛ばすってそれでもやっぱ違うマイナスだったんですかね、はい、だからその違いなんだろうっていうのは私教わったことないんで知らなかったんですよ、うん、はいはいはい、でも苦労して苦労して結局、うん、あ、こういうことかって分かりましたけど、うんうんうん、そこの段階から思考回路を間違ってると、うん、行動のアプローチも全部ずれますよ。そうですね。だからそこの部分を最初にやっぱ鍛えないといけないんですよ。やばいと思った時こそ一番人の大事なとこ出るので、うんうん、やばいって思う時なんかしょっちゅう来るんですよ、うん、その時に毎回毎回お金飛ばしてたら、うん、いつまで経ってもお金残らないじゃないですか、うんうん、だそういう時がもう前提で来るっていうのを想定して戦うためには、うん、もう不利な時にあっても当然のようにそれができるよねって鍛えてないといけないんですよ、うん、それがもうマインドセットっていうんで、うん、まあ、そういう訓練も講座の中ではあのしていきますよっていうことですよね、はい、だからテクニックだけじゃないです、ね、特に私が苦労して、うん、なんでダメだったかっていうのは特に伝えてるんで、そうですよね、はい、うん、まあ、すごい失敗をね経験してるから失敗の数から言うとすごい視野あるんですよ。もうすごいそこから学んだんですよ、視野があると。そこまで失敗しないと学べなかったっていうのはありますけど、うん、そうですよね、大体の人間って失敗しないと学ばないんで、うん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 、だったら大きい失敗する前にやらかした人間が言ってるのを聞いて、うんうん、もう自分ごとのように捉えて、うん、自分のものにしてきたらやっぱ一番いいですよね、うん、と、はい、私はできなかったんでそれが、だから失敗しました。そういうことですね。
なのでそういうあの前提で臨んでもらえば、今パーフェクトにそのマインドが完成してますなんて人世の中にそんなにないですから、ただちょっとね皆様僕も含めてこうちょっと足りないところとか身近な部分あっても、あの野田さんの講座でこう学んでもらうと、今みたいなところからね一緒にこう訓練していったり勉強していくんで、単なるトレードのテクニックだけじゃないですからね、そこの総括したあのこうマインドセットとか考え方とか、まあ、思考の転換みたいなことがあると思うんですけど、まあ、それプラスチャートの向き合い方テクニックを学んで FX が上手になっていくというね、こういうふうな形なので、まあ、あのそのイメージであのいいなと思っていただけたらね、ぜひマセミナーとも聞いてもらいたいんですけど、まあ、簡単にあの講座の内容も、まあ、僕からもこれ話しちゃおうかなと思うんですけど、あの初級中級上級とね、はい、あの分かれていて、で初級はもう初めての方ですよね、 FX 全く経験ゼロの人から勉強できるあのウェブの教材が動画とあのテキストと、あとまあステップメールっていう、こうあの時間をこう決めて順番にメールを送るようなステップでこう段階を学習していただけるカリキュラムを作っているので、初めての方でももう証券会社って何ですかみたいなところからあの勉強していただけるようになってますと。でだんだんあの今言ったような思考とかテクニックとかいろいろなことを学んでいただいて、で初級で力ついてきた人が、まあ、希望者は中級以上にこう、ね、順番にアップグレードしていただくみたいな、そんな形でカリキュラム受けていって、であとは全部インターネット環境あればあのオンラインで、ね、受講できるように野田さんが、まあ、整備してくれてというかね、全てあの自宅で、勉強できるようになってて、トレードっても自宅でできますからね。なんで対面の勉強会もあるんですけど、あの対面できる場合もあれば、まあ、例えばコロナウイルスとか、まあ、震災があるとか何かあった時にあのお会いできないケースもあるんですけど、それ関係なくあのオンラインで勉強できるようなあの講座にも完備されているので、まあ、そこも、ね、ご安心いただきたいなと思ってます、はいはい。でまあ、最後のところで、まあ、今後の将来の、まあ、日本の展望的なことをちょっと考えると、結構あの、まあ、そのこんなショックもそうですけど、いろんなトラブルとか、まあ困りごとが出てきたりとか、あと日本全体がちょっと景気も今後、停滞する可能性もあったり、税金も、ね、ありますよね、税金も上がるでしょうし、まあ、医療費の負担もあるし、インフレもしちゃうわけじゃないです か、うん、だからそういうところで将来の不安を持っている方が多分多いんですけど、まあ、そういう時にこうあの労働して働く収入も大事なんで、まあ、あの会社勤めの方とか自営業の方稼いでもらうってると思うんですけどね、収入は。ただそれにプラス労働収入だけじゃなくて、こういう FX みたいな収入が上乗せできれば、あの将来不安がちょっとこう減っていくかなと思ってて、はい、その辺は野田さんとしてもそういう感じあります？労働収入だけは危ないとか、はい、あのどれか一つ絞って収入作ってるっていうのがやっぱ一番危ないと思うんですよ、うん、あ絞ってね、はい、これだけっていう状態が危ない、だからやっぱ複数作っとくっていうのはもちろんいいと思うんですけど、うんうん、あれもこれもやるとちょっと全部がボロボロになるん で、 そうです、ね、まずはやっぱり今やってることをしっかりやっていただくっていうのは当然ですけど、それにプラスアルファちょっとずつちょっとずつこの副収入で得られる次の枝も作っておくっていうのはやっぱもうこれはもう絶対した方がいいと思うんで、 あったらいいよじゃなくて絶対あった方がいいです、うん、これからないと本当辛い時代絶対来ますから、何回も、うんうんうん、そういう時自分の身を助けるのってこういう学んだ技術とか知識なので、うんうん、これからの時代知識がイコールお金を稼ぐ時代に直結してきますから、それをやっといた方がやっぱ絶対です、うん、はい、私も今こうやって生きられるようになったのって今培ってきた技術があるからできることなの で、うん、そうですよね、やっぱ知識とか技術っていうのは自分の身を助けるんですよ、うん、確かに、まあ、知識と技術があって、農産今、まあ、経済的にはねもうだいぶすごいことになってますけど、時間もかなり自由なんですね、そこは本当にありがたいです、本当に今まで生きてきた中で一番暇な時間を過ごしてますから幸せだな、だからもうストレスもほとんどないですし、いいですね、でいろんなことを考える時間もできますし、す、ね、うん、だから本当それがあの日々の労働に追われてると、うん、結局多忙っていう言葉通り心を忘れちゃうんで、うん、はい、そうなるとじゃあ人って幸せかって言われたら私幸せだとは思わないんで、うん、そうですね、だって労働自体は私好きですよ、仕事も、うんうんうん、でもそうじゃなくて心を忘れるほど忙殺されたくないんですよ、うん、やっぱ人生通して考えたいこともいっぱいありますし、うん、やりたいこともあるし、うん、ってなるとやっぱりその労働仕事プラス収入っていうのは僕は別に分けた方がいいと思うんですよ、仕事は仕事でしたい、うん、収入は収入で得たいので、うん、ここは私は別に分けてます、仕事は自分のやりたいこととか、考え方ですね、あの達成したい何かがあるから仕事はする、うん、はいはいはい、人と出会いたいとか成長したいから、はい、それと収入ってもう別物なんですよ、収入はトレードやってるしっていう、うん、だこういう仕事を受け負ってやるっていうのもやっぱ他の目的があるから仕事するわけだよね、でも大体の方はもう仕事イコール直結の収入になっちゃうんで、うん、そうするとやっぱりあの、ね、上司に搾取される、上司は役員に搾取される、うん、役員は株主に搾取されるっていうのが資本主義なんで、うん、はいはい、それだとじゃあ
人間って幸せかっていうのから難しいんですよ、うん、で私思ったから高校の時にどうにかしたいと思ったので、うん、まあ、その後やらない苦労しましたけど、うん、そうですね。でも今の重要ですよね。その仕事ってまあ、ご飯食べるためにまずは収入を得るんだけど、理想は収入じゃなく仕事として働いて、別に経済的に別にこう稼ぐ力があって、これ理想ですよ、今の野田さんの持ってる。だから副業アカデミーの講師なんていうのは別にね、野田さんお金のためにやってないわけだから、やんなくてもですね、やんなくても困らないわけですから、やりたい何かがあるから。そうですよね。こういう状態になるためにも FX を副業でやって収入作るっていうのはすごく意義がありますよね。そしたら皆さんの本来の本業にもいい影響出るかもしれませんし、人間関係とか家庭問題とかもすごくやっぱりいい影響ってあるんで、確かに確かにそうですね。もしこれが例えば収入なくなるとしたら、私も実際家庭で見てましたけど、でもすごく悪循環になるんですよ。ああ辛いですね。辛いです、うん、で家族もやっぱ辛いですし、本人も辛いですし、うんうん、でやっぱ収入ってあった方がいいですよ、うんうん、でも間違いなく資本主義ですからね、はい、だからそこに向き合っていただくためにも、本業のその働いている収入プラスこういう FX のような投資で収入を作るっていう、ね、資産を増やしていくっていうことをね、皆さんこうアンテナ張ってもらえるんであれば、野田さん の, 無料セミナー1回ぜひね参加いただくか、オンラインセミナーをご覧いただければ、どういう世界か、ね、理解いただけると思いますし、すごい再現性が高いトレードを教えてますのでね、ぜひ興味ある方はチェックしていただきたいと思います。じゃあ最後、野田さん一言ご覧いただいている方にメッセージいただいて、はい、お願いします。そうですね、私もこの世界に行きたいと思ったのが、やっぱ一つ自分の人生自分で作りたいっていう、そこがものすごい強いから独立なんかするんですけど、うん、みんな大体自営業とか会社やってる人もそうだと思うんですけど、うん、やっぱりその人生幸福だなって思うのって自己決定できる回数が多いことなんですよ。自分で決めてる回数ですかね。どんなにお金あっても人の言いなりになって生きてるって多分幸せじゃないんですよ。だから私もやっぱ皆さんにそうやって自分の人生自分で決定してコントロールして生きていくんだと、ね、そういうふうに思える方っていうのをやっぱ私もすごく出会いたいなと思ってるんで、そういう方のためにぜひね、私が今まで苦労してきたことをやっぱ教えたいと思うんですね、はい、ぜひそういう精神を持っている方っていうのは、はい、ぜひ、ね、ご来客いただければと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。ぜひ野田さん の, セミナー、ね、チェックしてみていただきたいなと思います。では対談は以上で終了したいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。このチャンネルでは、あなたの仕事、副業、ライフプランに役立つ情報をお届けし、明日から使える具体的なアクションプランについても解説しております。今後も役に立つ情報を発信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、次回もお会いしましょう。